はい、ここが台北の一元ですね。エビラーメンの一元。ここも、まあ、今も1時過ぎてますけどね、まあ、行列はない感じです。オープンの時はもうむちゃくちゃ行列してましたけどもね、やっぱり台湾はすごいその、まあ、なんていうか、熱しやすくて冷めやすいっていう感じすごいありますね。一気に盛り上がって一気に人気がなくなるっていうイメージは結構強いです。